かわいい万太郎でございます。はい、ということで、早速車の中に移動しました。さあ、万太郎さん、僕実は名古屋で前から行きたかったとこあるんですよ。ああ、そうなんですか。全然いいですよ、僕案内します。本当ですか。どこですかね。あの五色園っていうとこなんですけど、聞いたことないですね、僕。あれ、何ですか、それ。え、名古屋ですか。名古屋で、なんか新スポットといえば五色園とかね。いや、俺20年住んでますけど、聞いたことないですよ。いや、ちょっとそう言ってみたいんですよ、ぜひね。いやー、だいぶ来ましたけど、うわ、すごい綺麗ですけど。ん、え、こんなの入ってた。あ、五色園あった。おっと、あそこ入り口ですね。あ、本当ですね。じゃあちょっとあそこから入りましょうか。ちょっとね、まだ僕らどういうとこなのかっていうのはまだ理解できてないので。あ、ちょっとあそこに人いると思うんで、多分聞いてみましょうか。ちょっと案内板があります。あ、案内板、こういう注意がちょっと前のね。あ、11時までやってると。おお、じゃあ試しますか。じゃあちょっと聞いてみましょうか、詳しいかな。はい、聞いてみましょう。すいません。はい、ということで、ついに五色園に着きました。周りには犬が、犬一匹、人っ子一人おりません。さすがチンスショットです。いや、俺すごい外れてきたよ。県内で。じゃあ早速行きますか。行きましょう。一番乗りで行きましょう。早速進んでいきましょうか。ゆっくりゆっくりと。おっと、なんか出てきましたよ。ちょっと寄ってください、万太郎さん。なんだこれは。なんだなんだこれは。うわ、すごいな。いや、近づいてみると相当でかいですね、これ。でかいですね、2メートルぐらいあるんですよ。ね。うわー、リアルな顔立ち。いや、さすが珍スポットですね。これなかなか他では見られないですよ。じゃあ早速進んできましょうか。いや、どんなアトラクションがあるのか、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。皆さん、ちょっと待ってください。衝撃の珍スポットが発見されました。ご覧ください。見えますでしょうか。うわー、なんだこれは。すごいリアルに顔が、表情が。うわー、丹念に作られてんなー。うわー、能秀夫さんかな。能秀夫さんの銅像まであるんだ。はー、よくできてんなー。うわー、こんなにたくさんの銅像が。いや、さすが珍スポットだけあるなー。あれ、能秀夫さんの銅像がまたあるな。これは入団会見時の顔かな、これは。はー、これや、予想にたぐわねえ珍スポットだね。いや、万太郎さん、珍スポット楽しんでますね。なんかすごい、なんか見つける発見の喜びっていうかね。あ、またちょっと奥にあります、ね、またありましたか。奥にありますね。どうですか。行きましょう、行きましょう。ちょっと行ってみましょうか、はい、はは、見てください、川越の名簿。はぁ、何かの一場面ですかね。ここにもまた銅像がたくさんありますね。あー、なるほどね。だからこういう銅像とかがたくさん置いてあって、それで楽しむところなんです。なんなんだよこれ。もう趣旨わかんねえよ。
はい、ということで、以上で五色園のすべてが、回り終わりました。終わりましたね。いや、いかがでしたか。いや、すごく楽しいアトラクションがいっぱいで。あ、本当ですか。楽しかったです。僕は全く逆の感想でした。皆さんもよかったらぜひ五色園来てみてください。それではまた来週。バイバイ。